像の檻と呼ばれた袖通信所像の檻とは、巨大な円形、掲示型アンテナを形容している後、正式には、ワランウェッパーアンテナと呼ばれている。アン、イ RD-10, GTE、シルバシア製アン、イ LR-9 として米軍に、正式採用したものの通称であるが、同様の形状をした自衛隊などのアンテナにも使用される言葉である。そのサイズや、 全方向受信のための円形形状が像を入れる檻のように見えることから付けられた。世界各地に存在した。通信防受人工衛星のない時代に鉄のカーテンや竹のカーテン内部の生の情報を得るための極めて重要な施設であった。第二次大戦中にドイツによって開発された HFDF のためのアンテナである。戦争後開発者が米国に機開発を継続した。 正式には、ワランウェッパーアンテナ、または、クダと呼ばれるアンテナの一種である。全方向からの受信を精度よくかつ機械的、機構なしに、電子的に高速操作できるフェーズドアレイアンテナの一種である。また、多量の受信機を同時に運用できる。日本においては、アメリカ軍の電波防受施設のいくつかに、そのような形容がなされ、通称、代名詞的に使われる場合がある。 例えば、沖縄県別通信所や青森県、姉沼通信所などである。また、鳥取県境港市や鹿児島県機械島、北海道千歳市では、自衛隊の施設でも、そのような形容がされることがある。大海航空機撃墜事件では、撃墜の様子が、稚内の自衛隊基地にいた、NSA 分献隊と三沢基地の像の檻で記録され、防受記録を米国が発表した。 冷戦時代トルコ中部国会沿岸のシノップにあった大規模基地の監督官が詳細を暴露し内部の働きがわかるようになった。また NSA 本部の専門家二人がソ連に亡命しさらに詳細が知られている。現在ではネット上に像の檻のマニュアルが公開されている。主に単波体を受信する。受信員は特定の周波数、方向、目標を割り当てられている。 アンテナは、鋭い指向性と広い受信帯域を持つ。そのため、電波の到来方向を詳しく調べることができ、二つ以上の受信書が連携することにより、発信値を特定できる。一度特定された後は、テックスタという NSA 極秘文書に掲載され、詳しい情報がわかり、仕事が割り振られる。ある時期には、SP-600 型受信機が使われていた。 受信機にスキャン、メモリー、スペクトル表示機能がない時代が長く、多数の傍受員が24時間体制で、人海戦術で働いていた。その上に監督官が数人おり、評価と整理をする。監督官は、ホワイトハウスに直結する最優先クリティック通信の発信権を持ち、重要な通信を傍受した場合に、政府全体に即座に通報する責任を負っていた。 その後冷戦終了とともに役割は低下する。重要な通信は単波帯では行われなくなった。通信防止方法は専用線、通信防止衛星、海底ケーブルなどのケーブル類や中継機への防止装置装着、大使館内のアンテナと防止装置、テンペスト技術、月面反射による防止、潜水艦のマストにつけたアンテナ、インターネット、国際、 国内通信回線そのものの直接傍受、ハッキング、ウイルス、バックドア、ルートキット、成りすまし、通信傍受用の偵察機、通信衛星からの電波を傍受するパラボラアンテナ、民間機に積み込まれた傍受装置などを用いるようになってきた。もっとも、現在でも、リビアや北朝鮮の動向を探る重要な手段である。また、イラクのクウェート侵攻では主に、 サウジアラビアなどにある施設が傍受し、位置を特定したイラク軍の進行の動きが、米政府に通報され、クウェート王室が脱出できたと言われる。パラボラアンテナを用いるが、大流圏散乱などを利用して、長距離のマイクロ波通信を傍受することもある。シリア内戦では、キプロス、トルコ、シリア沖にある、西欧各国の傍受基地が、シリア軍の通信を傍受し、 反政府軍に提供しているという報道があった。冷戦時代、陸上幕僚幹部長サブ第2カ別室が運用していた。現在は防衛省情報本部電波部が運用している。ありがとうございます。